夢判断は1900年に発表されたオーストリアの精神科医ジークムント・フロイトによる夢に関する精神分析学の研究である。フロイトは1856年に生まれウィーン大学で医学を学ぶ。脳解剖の専門医としてウィーン総合病院に勤務しフランスのサルペトリエール病院でも学ぶ。百九十三年に友人の医師オゼフ・ブロイヤーと共同で ヒステリー研究を発表する。本書は医師として担当した事例に関する研究の成果であったが、出版当初は評価されなかったために、初版600部を完売するために8年間かかった。夢についての考察は古代から行われてきたが、心理学的な観点からの研究は多くない。したがって、夢の原因についても、神学的な説明がなされてきた。 やがて心理学的な説明が心を見られ、睡眠中の感覚の刺激によって、夢にその刺激が反映されるという説明がなされるようになった。しかしフロイトは、この感覚刺激だけではないことを指摘し、夢の内容を精神状態と関連づける議論を様々な事例研究に基づいて展開した。フロイトによれば、夢の素材は記憶から引き出されており、その選択方法は、 意識的なものではなく、無意識的である。従って一見すると乱雑な夢の内容においても、無意識に基づいた統合性が備わっており、様々な出来事を一つの物語として連結させる、ものである。それには、様々な狙いがあるが、一般的には、夢とは、潜在的な願望を充足させるものである。つまり夢は、無意識による、自己表現であると考えることができる。 フロイトは夢において充足させようとする願望がイメージにより曖昧に表現されているかについて注意を払っている。この理由としては願望を明確化することを妨げようとする意識によって夢が歪曲されることを挙げている。意識による夢の検閲を回避するために無意識は願望を間接的な表現を活用するのである。なぜなら通常では 意識的に抑制されるべきとみなされている性欲が、夢の中では願望として発動するためである。フロイトは、文明社会の成立により、人間の本能が制限されているものの、それは消滅したわけではなく、その性欲を、夢は、暗喩的な表現によって満足させるものと捉える、ことができると論じる。夢の概念は一般には、多義的である。 就寝中に得た像や観念を指すことが多いが、将来達成したい願望を指すこともある。また一般に、白昼無状態に置いているような事故と、他者からなる常識に反した出来事の報告を指すこともある。一般的には、夢判断における夢とは、就寝中に得た情景のことを指すと理解されていることが多い。ありがとうございます。